スパークリングチェリーのスパークリングナイトコレクション。はい、スパークリングナイトコレクションは過去のライブからえりすぐりのライブ映像をお届けする番組です。いつも見てくださってる皆さん、そしてチャンネル登録をしてくださった皆さん、ありがとうございます。今回は番外編ということで、2019年の9月の15日に、ビルボードカフェ&ダイニングで行った、スパークリングチェリーロキシーのリリースパーティー、珍しくアコースティックのセットで、行ったライブの映像からお届けしようと思うんですが、お届けする楽曲は南吉孝さんのミッドナイトラブコール、を石川せりさんのアレンジのバージョンでお楽しみいただければと思います。それでは皆さんどうぞ。スッと入ってくる名曲です ね、 ね、 曲ですよね。はい、今度南吉孝さんとご一緒させていただくので、今日はねこの曲をちょっと番外編ということでピックアップしましたけど、はい、実は去年のセットリストにこの曲入ってたんですよね、いただいた。でわーやれる、あのライブライトメロボリューム2、そう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 、2の時にね、でわーやれる楽しみと思ってたら前日に外れました。残念どうしてっていうどうしてなのっていう、あのそれほどいっぱいたくさんねいい曲があったから。で吉田さんはねレゲエ調でやってはるんですけれども、石川せりさんはお三方、はい、僕らはやっぱり先に石川せりさんの曲を聴いていたので、こっちの方が馴染みありますね、すごくいい曲なんですけど。じゃあ来年っていうか次回吉高さんと一緒にやれるとして、子さんの場でなんて言ったら怒られますよねまあどのバージョンになるかは分かりません。これいつ出たアルバムですか？石川せりさんの気まぐれは1977年ですね。ムーンライトサーファーとかダンサーうまく踊れないとか入ってる超名盤です。震え上がるような名盤ですよね本当に。せりさんは今
井上陽水さんの奥さん。そうですね。あ、そうなんだ。セレブですよ。すごいですね。いや、なんかこの歌を、はい、歌わせていただいてから雨が降ると、私雨は嫌いってこうちょっと拳回ってるね。ちょっと口ずさんでる自分がいます。そう、実は変拍子ね、ここで。そうですね、急に入ってくるね。これは変拍子っていうのがね、気づかないけどか。いや、そうなのよ。そうなんですね。さりげない変拍子。いや、本当にこのさらっとした感じでこうな曲だけど、こういう曲ってなかなか作れないのよね。さすがです、南吉高さん。楽しみです。ありがとうございました。はい。